おはようございます。はい、おはよう。見ました、巨大ザメの映画。深海に生息してて、地上でも活動できる肉食系爬虫類って、何ですかね、あれ。ごまけ、答えいいんだよ。あ、はい。さて、それはさておき。はいはい。ゆかりさんが映画に興味を持ったきっかけの作品ってあるんですか？何、やぶから棒に。いや、ちょっと気になりまして。そうねえ。いろいろあるけど、あえて言うならこれかな。お、なんだこれ？戦闘シーンは多分動画サイトで見たことあると思うわよ。ほうほう。とりあえずあらすじ言っとく。お願いします。舞台は近未来の地球。第三次世界大戦で大ダメージを負った人類はカリスマ指導者ファーザーのもと全体主義でガチガチに管理された国家を築いていた。おお、いわゆるデストピアものですか。そうそう。しかも感情が争いの原因になるってことで、国民は1日2回感情を抑制する薬を自分で注射しないといけない。あ、その時点で私国民になれません。飲み薬はないんですか？できれば錠剤で。いや知らんし。それはさておき。あ、はい。さらには絵画とか音楽とか文学とか感情を動かすものも禁止。ああ、まさにデストピア。当然反発する人たちも出るんだけど、クラリックと呼ばれる捜査官がこれを鎮圧。ふんふん。で、主人公はこのクラリックのエリート、プレストーさん。おお。どんだけエリートかっていうと、コンビを組んでる同僚が証拠品の刺繍をポッポナイナイして読んでハマっちゃうんだけど、サクッと見抜いてあっさり現行犯射殺しちゃう職務忠実っぷり。人の心ないんか。あ、薬で抑えてるのか。そうそう。ところがある朝、歯磨きのついでに薬を注射しようとしてたら誤って落としてダメにしてしまう。おっと、エリートらしからぬミス。しかもその後忙しくて注射し損なう。あらあら。そしてなんやかんやーって感情が復活してしまい、ってお話。ああ、デストピアものでよくある、体制側の主人公が反旗を翻すやつですね。そうそう。でもあらすじ聞く限りだと、これといって目新しい部分がないんですが。と、思うじゃん。はい、いただきました。主人公の使うガン型っていう戦闘術がね、めっちゃかっこいいの。何ですかそれ。第三次世界大戦までに蓄積された膨大な銃撃戦のデータをもとに、統計学的に敵の弾が当たらない場所を割り出し、かつ、こちらの銃撃が必ず渡る射撃行動を取れる戦闘術なのだ。何言ってるのかよくわからないんですが。要はアクション映画の主人公ムーブをできるようになるってこと。ああ、敵の弾は当たらず、こっちのは必ず当たるあれ。そうそう。なるほど。で、なんじゃそりゃ。さっきも言ったけど、YouTube とかニコニコ動画でガン型って検索してごらんなさい。多分一度はどこかで見たことある動画が出ると思うわ。マジか。つまりそのガン型がかっこよかったから、映画に興味を？ちょっと違うかな。あれ？確かにかっこいいんだけど、よーく見ると、そこまで大した動きしてなかったりするのよね。むしろよく考えると、ダサくねって部分もあったり。え、どういうこと？しかしそれを、音楽と編集の勢いでかっこよく見せてる。ほうほう。ほんとこれ見て、映画の編集ってすごいって思ったわけ。ああ、なるほど。まあ、ガンマニアとかが見たら奮発ものだろうけど、個人的には監督の、俺の考えた最高のガンアクションを、最高にかっこよく見せる編集って堪能できる名作だと思う。特にラスト10分からのシーンは圧巻よ。お、おう。じゃあ当然ゆかりさん的には。大好き。ですよねえ。ガン型以外の部分も王道的なデストピアものでちゃんとしてるし、主演のクリスチャン・ベールの演技もいいし、おすすめ。じゃあ DVD おなしゃす。はいはい。